小原義士は日本中央競馬会立党トレーニングセンターに所属する調教助手で元騎手。騎手免許は平地競争、障害競争両方の免許を所持していたが、障害競争での騎乗経験はなかった。1990年2月に日本中央競馬会競馬学校を卒業式騎士免許を取得する。3月3日に中京競馬場で 騎手デビューし初騎乗は第1競争でアップワンに騎乗して発着、同日第5競争をリテートに騎乗して正式旗手デビュー初日に初勝利を挙げた。1994年8月14日に小倉記念を北西アンバーに騎乗して正式重賞初勝利を挙げた。1997年5月19日に地方競馬で初騎乗し9月14日には 中央競馬通算100勝を達成した。2001年5月9日に名古屋競馬場で行われた名古屋チャレンジカップジュピター賞で有効フォエバーに騎乗してが静止地方競馬で初勝利を挙げた。なお同じく父もこの競争で管理場の地方競馬初勝利を挙げた。2008年11月23日に京都競馬場で行われた。 メイクデビュー京都で最多に起乗しレース中に落馬した。落馬直後に、後続馬に蹴られその後の診断で肝損傷、肺座症の重傷を負ったことが明らかになった。約1ヶ月の入院を経て、長距離帰乗に復帰した。翌2009年1月11日から一案限定で、レースへの起乗を再開も、勝倉はわずか一生と振るわず、 同年12月20日をもって、騎士を引退し、所属していた、イサミ厩社の調教助手に転身した。現役時は、父のイサミ厩社所属場への寄贈が多く、重傷価値を記録した4頭すべて父の管理場であった。2014年には、イサミの優待により、新たに開業した、石橋守厩社に移籍した。ありがとうございます。